さんよ、ハーバンはよ、ハイチャンネルハイです。ということで、今回なんですけども、なんとね、13連勝を達成して、マスターに到達することができた、赤青バイク使っていこうかなと思います。これもね、視聴さんから X の DM にてデッキコードをね、いただきました。本当にありがとうございます。いや、13連勝はすごいですよね。まあ、ランクまでもね、そこまで見ないデッキタイプを使って刺さっていたので、ぜひね、使ってくださいとのことでね、いや、本当にデッキ提供ありがとうございます。まあ、トワリュウがね、入ってるのはちょっとね、珍しいかなと思いましたし、これね、トップギアからの、まあ、ザレット、そしてターボ3レッドゾーン、マッハ55のね、侵略が決まったら基本的に勝てますし、やっぱね、トリガーでクロック、ドンスイ、アクアサーファーがあって、受けもできる、攻めもできるっていうね、めちゃくちゃ強いデッキになってましたんで、ぜひね、皆さん使ってみてください。よろしければね、年内チャンネル登録者4万人目指してますんで、ぜひね、初見さんだったり、まだ未登録の方がいましたら、これを機会にね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いしますということで、早速試合の方に行きましょう。エクザ対戦の方よろしくお願いしますと、オープニングハンドなんですけども、高速シングル、ザレット、アクアサーファー、ドンスイ、レッドゾーンでね、始まったオープニングハンドをやっていきましょう。レッドゾーンめちゃくちゃね、久々に使うんですけど、まあ、環境初日に握ったくらいかな、俺レッドゾーンね、動画化したの。まあ、ずっとね、今段はガチロボばっかね、握ってたんで、ガチロボとかね、ガチャデッキが主な動画投稿ネタになってたんで、ちょっとね、環境デッキに触れる回数がね、今段めちゃくちゃ少なかったんですけど、これね、赤青レッドゾーン、マジで強え。ドンスイがね、強いってのもあるし、やっぱクロック、トリガーが豊富なね、ビートデッキは、やっぱ強いな。本当に。ガチロボ使ってるとね、本当に撮影時間難航するんだけど、十軸とかね、十二軸とか、そういう尖ったガチロボはね、めちゃくちゃね、撮影時間かかるんですが、やっぱこういう環境デッキはもう強すぎて、で、ドンスイでターボ3持ってきながら、ターボ3レッドゾーン侵略で3枚ドローしながら、トリプルブレイクできるわけよ。ありえん。本当に、めちゃくちゃ強くない？で、相手がビート刻んできたら、はい、クロックってできるわけだから、やばいな、本当。やっぱ14連勝しただけありますよね。で、この構築のちょっと変わったところは、やっぱりトワリューとかが採用されていて、やっぱヘルボロフとかね、解体人形ジニーじゃなくてなんだっけ、特攻人形ジニーとか、タイガニとのハンデスにもね、対応できるという、なんとも万能な構築になっておりますよと。で、これ、まあ動画撮る前にもちょっと回したんだけど、まああんまりね、このハンデス、とわり刺さるっていうのはあんまなかったんだけど、やっぱ備えあれば、憂いなしですからね。だいたい4マナで、5マナで、ここで非文明揃うことによって、デッドブラッキオが、ちょっとね、刺さってしまうんですけども、またまたこれ、すべてのバイクが乗っかりますよ。レッドゾーン、ターボ3、マッハ55は。行きましょう。破壊耐性持ってますよ。あ、気持ちいい。侵略気持ちいい。やばいな、これ。マッハ555555。で、3度乗せますからね。で、トワリュウなんですよね。ガチンコチョーカーとか撃ってくんねえかな、これ。2点パンチでトリガーが何かしらあるでしょう。さ、トリガー発動のフェアリシャワー。デッドブラック。起用がなければもうほぼ勝ち確なんですけど、さすがにありますよねと。さ、デッドブラッキオだけど、これマナに行きますよねと。で、めちゃくちゃ侵略してるんで、これ何枚ブースト、1枚、あ、2枚、あ、3枚、あ、4枚、あ、5枚、あ、6枚、今日も多めにブーストしておりますよ。よっこいしょ。で、ね、これもうトワリューで勝ちです。はい、皆さん、これもトワリューで勝ちなんですよねと。で、まあ後続のスピードアタッカーでも勝ちだし、相手はブロッカー出さなきゃ勝ちな世界線が、まあありますけども、まあトップギア破壊しながら、ブロッカー立てる。なかなか不可能でしょう！応答待ちです。はい、まあ、しょうがないですね。まあこれまあ戻ってきたら途中から再開しますが、まあ戻ってこなかったらね、まあ次の試合に行こうかなと思いますので、はい、相手の動向を待ちましょうということで、レッツゴー！対戦の方よろしくお願いしますと、オープニングハンドなんですけども、アクアサーファー、マッハ55、ザクロック、トップギア、豪速シングルでね、始まったオープニングハンドをやっていきましょう。ハンドめちゃくちゃいいよ。トップギア、豪速シングル、マッハ55の侵略ですからね。相手のデッキにもよるんですが、白タンなのかな、白王、デルフィンスリーブ、アガピプレイマット。
これはちょっと白タン臭いですけども、どうでしょうか。だいぶマナウキ迷ってるか。まあ、こっちはでももうトップギア高速シングルマッハ55というね、超黄金ムーブがまあ決められるんで、あとはちょっとターボ3とかがまあ引いてこれたら天文だからできたこと。天文厄介この上ないっすね。ちょっとこれマッハ55置くしかねえな。さあマッハ55置きながらのトップギアで高速シングルで、あとは鈍水でレッドゾーンとかマッハ55とか持ってきて高速シングルからの侵略することが可能ですので、まあ、マッハ55ね、あまり置きたくなかったですけども、ちょっとこれはしょうがないからと。さ、東亜の流星カイザー。あまり刺さらないね。ハンデソしてきてくれ。光たんだけど。さあ、高速シングル。で、これも一点パンチします。これで、ね、マナ武装5が達成される前に、もう、縦どんどこどんどん。もうぶん投げて、まあ、ここでドラゴンズサイン引いたら、まあ、もうそれまでの男だったってことよ。まあ、もうこれはもう縦行くしかない。気合で。気合で行こう。さあドラゴンズサイン3マナ使ってトロワチャージャーコッコルはなんてしてきたらもう目は当てられませんよ。ドラゴンさんたちは僕が、まあ、コッコルは良かったにしてもね、これドラゴンズサインに繋がっちゃうんですよね。さあトワリュー置いてさ、どんどん吸い込むナウ。持ってきたいものはそう、レッドゾーン持ってこれだね。さあレッドゾーン持ってきまして、高速シングル殴るときにレッドゾーンでコッコルを破壊しながら盾全部割り切りましょう。もう行こう。天文相手はもう殴るしかないんだ。さあお前のスピードじゃ届けません。頼む、天文とかドラゴンズサインだけ踏まないでくれ、本当に頼む。天文はちょっとね、枚数結構限定してる構築とかありますからね。さあ3点パンチ、さあ3点殴ってある、ない、いけ、俺が行く、俺が行こう。2マナ1000の分際で俺が行くじゃないのよ。だがしかしあなたの1点じわじわ効いてます。で、シールドレイユは、進化クリーチャーマナに、縦に送れないはずなんで、エメラルーだ。いや、耳すました結果が天文って言ってんな。ちょっとだるいな、エメラルーだわ。ターボスリー！ダーダーダー。これユニコーン流れてない。大丈夫、これユニコーン流れるよ。めちゃくちゃトップ強くないか。さあ行きましょう、ザレットで、ザレットぶん殴るときに侵略ターボスリー燃料補給していこう。で、この3ドローで何かしらをちょっと欲しいっすね。マッハ55とか来てくれたら結構強いのではないかなと思いますが、レッドゾーン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 、オーマイガー。これで、天文で来たとしてもレッドゾーン、レッドゾーンで止めることができますよと思ったから、デュアルマスパーク、オーマイガースパーク、縦追加。いや、これレッドゾーン、レッドゾーンめっちゃ強い。いや、ま、ターボ3おかしいもんね。やってることね、普通にね。めちゃくちゃ強いんですけど、天文すら引き殺してしまうこのね、強さ。さあ、ジャスティスプラン。さあ、6マナ使って、何もなし。え、何もなし？そんなことがあるのか。マジか。であれば、これも一旦高速シングル出しまして、この1枚が天文だったら、ちょっとそれは天文学的数字ですけども、さあ、1点パ、でもレッドゾーン2枚控えてるこの盤石の体勢。さあ、天文、引き殺してしまったんじゃないでしょうかということで、レッドゾーンでダイレクトアタック侵略はなしです。対戦しゃー。さあ、対戦の方よろしくお願いしますと、オープニングハンドなんですけども、アクアサーファー、クロック、高速シングル、ドンスイ、ザレットでね、始まったソルハバキなんですけど、やっていきましょう。アイラフィズはもう置こうかな。高速シングル優先でやっていこう。チロタンサザンか。強えんだよな、サザンロージア。2マナで何が出てくるか。ソルハバキ置いてきたということは、またまたソルハバキ置いてきたんで、ソルハバキのハッピーセットオリオデス。これね、オリオデスね、あんまり関係なくて、どんどん吸い込むナウがですね、マジで強いんだわ、これマジで。どうする？レッドゾーン。で、ドンスイでオリオティスバウンスしながらの、またまたターボ3侵略でやっていこうかなと思います。めちゃくちゃ強いな、それ。あんまな使って、ララ。ララララン、サンバリトゥントップギア。これね、レッドゾーン来てくれるのがベストっすね。さあ行きましょう。どんどん吸い込むナウで、さあ、レッドゾーン回収しまして、これマジで強いな、本当に。さあ、高速シングルぶん殴って、まあ、これまずオリオティスをね、やって、高速シングル殴るときにターボ3とレッドゾーン、ララーを破壊しますよと。
で、これでまたまた3ドローしながら3点パンチ。もう止められません。白ターン止まらない。ぶっちぎりましょう。さあ3ドロー。さあこれでまたまたレッドゾーン鈍水を引いてしまう無限ループメウ。これでまたオリオテスが来たとしても鈍水でバウンスしながらまたまたレッドゾーン侵略しなくてもいいか、もはや。合流していきましょう。さあトリガー発動でドラゴンズサイン不発何回。まあでもまあドラゴンズサイン出されたとしても後続のレッドゾーン鈍水なんでもござるなんで対策しよう。すげえなマジで。さあ対戦の方よろしく。ザレットマッハ55でねやっていきましょうか。さあオープニングハンドなんですけども、ザレットマッハ55レッドゾーン高速シングル鈍水でね始まったオープニングハンドやってみましょう。ハンドはまあ悪くはないというか結構強いんじゃないのかなと。さ逆転のオーロラ、ドギラゴン臭いね。ドギラゴン臭がしてきましたけどもさ、一旦これレッドゾーンちょっと、あーこれは一旦ちょっと、レッドゾーン置くか。2枚引けてるからね。でまあ豪速シングルなんで、まあ一旦レッドゾーンぶん殴ってからのマッハ55でも十二分に間に合う。シュリンダーシュリンダーオーマイガージャスミン、これはシータドギラゴンかな。なんかちょっとチラホラチラホラ環境で見るようになりましたよね。ちょっとドギラゴン強いんだよね普通に。さあ豪速シングル、さあ豪速シングル置きまして、さあ行きましょう豪速シングルで。次にザレットレッドゾーン3点パンチからの豪速シングル侵略マッハ55でいいのではないかなと思ってる自分に驚いジャスミン。さあ種をまきましょう。さあ大きく育った結果が逆転のオーロラ。さあトップがザレット、さあこれザレット置きまして、さあ行きましょうザレット。まずレッドゾーンの3点パンチから入ろうかなと思っておりますが、トリガー踏まなきゃいいんだけどね。これトリガー踏まなかったらもうマッハ55で GG な気はしますけど、5マナ溜まってるんで、マッハルピアじゃなくてなんだっけ、あれなんとかルピアだっけ、ドギラゴン1マナにするやつ、革命のやつ、そいつからのドギラゴン無限アタッカーがめちゃくちゃ敗北回避もついてますからね。さあドンスイシャバー強えな。これでまあ一応ザレットバウンスかな、相手はマスも入ってる。さあドンスイ、さあドンスイで、いやこれねちょっとドギラゴンがマジで強いんすよね。こうなるとかなり刺さってしまいますが、ザレットだろうね多分バウンスするのは。結構迷ってるからバウンスする。ああまあまあまあザレットですよねと、さすがにね。まあ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 、で次にザレットマッハ55で盾を割り切りたさはあるんだけど、これちょっとドギラゴン来ちゃうと敗北回避ついてレッドゾーンが上から取られてしまうことに驚きを隠せない。ドギラゴンやっぱ強いよね普通に、マジで強いと思う。さあどうする、7マナだいぶ迷って、なんだっけあの4マナマッハルピアじゃなくて、なんだっけあいつの名前マジでドバスでしたわ、あの革命2がついた、あそう燃えるメラッチだ、そうそうルピアとかじゃない、そうメラッチで、そう燃える革命ドギラゴンにつながるわけですよね。これ敗北回避がつきましたと。これめちゃくちゃ強いんだよね。さあ、あ殴ってくんだ、まあそれそうだよな、敗北回避ついてる、うん強い強いけどクロックは次引きたかったな。サファーでクロックでターン飛ばします。でレッドゾーンしてたんで、ザレットレッドゾーンマッハ55、相手がまたドギラゴンメラッチドギラゴンがあるのであれば、いやでもそんなにハンドいいか、そしたらもうこっちは縦で返すしかないですね。縦でまたクロックするしかないので、ザレットするときにレッドゾーン、そしてマッハ55、これでドギラゴン取りながらマッハ55破壊体制持っておりますよとは。これはもう相手のハンドお祈り次第ですね。ドギラゴンあったら相当きついというか、もうほぼ負け。こう考えるとドギラゴンめっちゃ強えな。あるか、さあ逆転のオーロラ置いてきて、あっちまだメラッチドギラゴンはマジで、あっしゃぶね、大差でした。さあ
あ対戦の方よろしくお願いしますと、アサオープニングハンドなんですけども、ドンスイトップギアマッハ55レッドゾーンザレッドでね始まったオープニングハンドやってみましょう。めっちゃハンド良くない？ハンド良すぎて震えるんだけど。ヒマナが次単色来てくれ、ヒ、まあ、単色しか入ってないけど来てほしい。来たらトップギアザレッドレッドゾーンマッハ55っていうね、めちゃくちゃ黄金ムーブが、でいい勝負にしようね、やしましょう。もちろん、でもすいません、ちょっとルカスキン挨拶できないんで、はい、これ闇の力にひれ伏しなさいが挨拶なんで、決して煽ってるわけでは、ございませんと。だからレッドゾーン置きながら、レッドゾーンじゃないわ、ザレッド置きながらトップギア出していこうか。で次にザレッドレッドゾーンかな。でトップギアの一点パンチが通れば、まあ、これはマッハ55破壊芳醇芳醇。さあそしてジョニーウォーカー、これトップギア破壊してくるか、それともブーストを優先するか。あ、ブーストか。オッケーオッケーオッケー、ありがとうありがとうありがとう。さあレッドゾーン2枚目ですが、さあこれはザレッドからいきましょう。でこれトップギア1点から入って、わあメラッチか、これまたドギラゴンかな。あるのかよドグロック。いや時止まったわ、それは時と無一郎もびっくりなぐらい時止まってるけど、それ大丈夫そう。まあそこ、まあでもここでクロック引いたのは逆に良かったんじゃないかなと、ポジティブに捉えていこうと思っておりますが、いかがでしょうか。これちょっとね、まあでもこれ縦ゼロにしちゃうと向き、まあでもこっちもクロックとかあるからね、まあどっちが最初縦割ったかゲーミングが始まるのかなと。週末へのカウントダウン、トップがターボソリー、今日も多めに3体、これもう超ガッツ超侵略ですよ、これもうエクストラビンでしょこんなもん。ターボソリーマッハ55レッドゾーン、相手の盤面取りながら破壊体制のマッハ55を出しながら3ドロー、強すぎないマジで、めちゃくちゃ強いと思うんですけどね。またまたレッドゾーンザレッド高速シングルで何でもござるっすわ。でこれも次のはリーサルですよ、めちゃくちゃ強ない本当に、イカレポンチキなんだか。さあトリガーが強い、さあ何これ、ブルルシンカン、これがコーディ、あれがコーディ、じゃあクロック押し込もうってことですか。プルルンさん、あんたクロック仕込みましたね、今。でも、レボタイマンとかさ、母なる聖域とかね、ま、いろいろあるんでね、ちょっとめちゃくちゃ、ちょっとこっから耐えられるのしんどいよ。しんどいオブザイヤーだよ。で、これ、燃えるメラッチからの燃える革命、ドギランゴンですよ、ドギランゴン。ドギランゴンゴンゴン。強い。で、またまた敗北回避持ちながらの、反転パンチでしょ？強いよな、ドギラゴン、マジで。こっちの動きも強いけどさ、さあ3点パンチで、このトリガーさっきも見たね、あれこのと、あれこれ、いやデジャブ、このトリガーなんかさっきも見た気がするんだけどさ、サーファークロック、次来てほしいんですよね。さあ出直しなと、でプルルン戦隊戻してもドギラゴン戻しても地獄なんで、まあ打点として扱っていきましょう。マッハ55、待って、またこの3体侵略ですよ。オーマイガー、ドギラゴンさん。ドギラゴン破壊しながら、でもまたクロックとかなんだろうね。いや、めちゃくちゃ強くない？この動き。いかれてんだけど。さあ、レッドゾーンターボ3、そして、マッハ55はまたまた破壊体制。だけど、またなんか仕込まれてんだろうな。さあ、お前のスピードじゃ届かないと。さあ、またまた3ドロー。ちょっと、この3ドロー弱えな。で、まあ、敗北回避ついてるから、ここでトリガーだろうが、トリガーじゃなかろうが、あんまり関係ないのよ。ライフ何回、ドギラゴンなかったら勝ったな。あ、意味ねえわ。ちょ、殴っちゃっただけで意味ないんだけど。あ、エンドしましょう。で相手ハンドマン4枚なんで、メラッチドギラゴンあんのかな。俺、ここまでして負けんの？俺、ここまでして、こんな綺麗に3体侵略、3体侵略して、マッハ55、マッハ55して、もう、ツークロック、もうクロックしかない。頼む頼む頼む。俺ここまでして負けたくねえよ。マジで。クロック。クロック。待って、ドギラゴン、ジョニーウォーカー。まずは俺から行くぜって。頼む、クロック頼む。頼む、クロックしかない。でもクロックでもそこそこきついけど、相手ハンドゼロなんでクロック。クロックがあればなんとかなる。クロックがあれば何でもできる。クロック、クロック、お前じゃねえ。